このまんま丸ごと言葉を覚えてしまってお腹空いとると、もう入らんもん。はいはーい、博多で生まれ博多で育ち博多在住博多のりな。皆さんこんにちは、りな嬢でーす。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。このチャンネルでは博多弁講座とか福岡のこととか今毎日投稿しているので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日は博多弁講座。本日は今すぐ使える博多弁、今日のやつはね、ご飯中に使える博多弁5選ということで動画をやっていきたいと思っています。イエーイ。この動画は博多弁の意味は詳しくわからんし、語尾に何つけたらいいかわからんもんっていうそこのあなたでも英単語を覚えるように、このまんま丸ごと言葉を覚えてしまって日常生活ですぐに使える博多弁ということでピックアップしました。ぜひ試しに使ってみてくださいね。それでは早速行きましょう。まず一つ目はお腹空いとると、これは標準語で言うお腹空いてるのっていう意味です。これはりなはいつも自分が使われるタイプ。みんなはどんな感じ？博多弁の特徴として語尾がとになることがすごい多いっちゃけど、お腹空いてるのっていう時は最後だけとにしたら OK。 ねえねえ、お腹空いとると、なんかイライラしとるけどお腹空いとるとみたいな感じで、ぜひ使ってみてください。二つ目はいっぱい食べりーね。これは標準語で言ういっぱい食べりーね。いっぱい食べなよ、いっぱい食べなよか的な意味です。標準語の方がリナ的には難しいんやけど、いっぱい食べりーねって多分そういうことと思う。いっぱい食べなよっていうこと、これもよく言われる言葉。こんなに？そうよ、いっぱい食べりーね。いっぱい食べてバリバリ丸く丸くなって丸になる。なんじゃそりゃ、やっぱり健康が一番やけん、もりもり食べて元気よく一日を送りましょう。今日もみんないっぱい食べりーね。3つ目はバリ美味しいっちゃけど、これは標準語で言うすごく美味しいんだけどっていう意味です。これはね、結構比較的に使う言葉やけん、前の動画とかでもアップしたりっていうのはあるっちゃけど、博多弁のバリ、そして語尾のシャケドがついた言葉になります。バリ美味しいんじゃけど、これバリ美味しいものはバリ美味しいけん、いっぱい食べりーねみたいな感じ。みんなの好きな食べ物は何？みなはたこ焼き、これめちゃくちゃ美味しいっていうことがあったら、ぜひ今日から使ってみてください。4つ目はあ、それくれ、これはそれくれないっていう意味です。例えば自分の分が足りんくて、お隣さんの分をちょっとだけもらいたい、そこの食いしん坊のあなた、これはぜひ使ってみてください。ねえねえ、それくれ嫌よね自分の分食べてって感じよね。ほら、欲しい時とかあるやん。例えばさ、たこ焼きがさ、友達はあと3個残っとっちゃけど、こっちは食べ終わってしまってさ、ねえねえ、それくれ1個だけでいいとかさ、食いしん坊の人はよく使うけん、それくれないっていう時、ねえねえ、それくれってアピールをしてみてください。言ってみたら意外ともらえるかもしれんけん。そしてラスト5つ目はもう入らんもん。これはもうお腹がいっぱいでこれ以上入りませんっていう時に、もう入らんもんって使ってみてください。食べて食べて食べ過ぎた時、標準語で言うもう入らないわっていうことと一緒やけん、食べ過ぎには注意ですが、ちゃんともう入らんもんって伝えることも大切です。はい、ということで今回はご飯の時に使える博多弁5選ということでピックアップいたしました。まあ簡単なものでね、ポンポンポンって使えるものになっとんやけど、このまんま丸ごと覚えて今日から早速使
ってみてください。今日はここまで。今回はお腹空いとるといっぱい食べりね。あれ美味しいっちゃけど、それくれん、もう入らんもんてな感じでした。これからも博多弁講座や福岡のことどんどん発信をしていきたいと思っとうけ、皆さんよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。過去の動画については全部再生リストにまとめとうけ、よかったら再生リストも見てみてくださいね。博多弁について質問があったりとか、この内容ちょっとやってみてほしいよっていうことなどなど、ぜひぜひコメント欄に書いてみてくださいね。そしてこの動画がいいね、博多弁が大好きだっていうそこのあなたは、ぜひ高評価ボタンも押してくれると次の動画を作るモチベーションにもなりますので嬉しいです。よろしくお願いします。これからも頑張ります。それでは皆さん、今日も一日頑張りましょう。みんな、また会おう。バイバーイ。ひなじょうでした。